これは速報ニュースです。これは900ニュースです。今日は日本時間12月1日です。イカバヌネ所属の会社公式サイトにより、弊社所属のイカバヌネは以前より体調不良で入庁しておりましたが、2023年11月18日、早朝に延命いたしましたので、ご報告申し上げます。生前中のご講座に深く感謝いたします。応援してくださったファンの皆様、お世話になった関係者の皆様に、このようなご報告を差し上げることは大変残念でなりません。ご遺族の意向により、通夜並びに葬儀につきましては、献身者の身にて取り行いました。ここに心から哀悼の意を表するとともに、謹んでお知らせ申し上げます。イカワルネについて、インターネットにより、イカワルネ青年1992年8月1日、日本の女優である、神奈川県横浜市出身、スターダン、ストップモーション及びプラチンプロダクションを経て、エナエンターテインメント所属、プラチナムプロダクション所属時代には、横川優香の名義で、活動している。